黒い歴史、衝撃、あの人も芸能人有名人の借金ランキング。私たちの想像もできないお金が飛び交う芸能界。その大金を元手に不動産投資や副業をする方も多数存在します。成功してさらなる富を得ている方もいれば、大失敗して私たちの想像もできない借金を作った方も数多く存在します。今回はそんな芸能人、有名人にスポットを当ててみましたので、ぜひご覧ください。一体最高の借金額はいくらぐらいになるのでしょうか。それではスタートです。第10位、アントニオ猪木さん、推定20億円。1976年伝説となったモハメド・アリ戦を実現するため巨額の資金を投入。現在は完済しているそうです。第9位、加山雄三さん、推定23億円。親族がスキー場経営などをするため、名義貸しを行い、すべての負債を抱えました。借金を背負ってからはキャバレー周りなどあらゆる仕事を行ったと言われています。約10年後で全ての借金を完済したそうです。立派ですね。第8位、藤田誠さん、推定30億円。奥さんの経営する焼き鳥店の破綻や藤田さん自身の不動産投資失敗で約30億円の借金を背負いました。しかし、自宅売却、ドラマ出演を積極的に行い、見事に完済しました。こちらも立派です。第7位、矢沢永吉さん、推定35億円。1998年にオーストラリアでのスタジオビル経営失敗で負債を抱えました。原因は当時、経理責任者をしていた部下の超大型詐欺。しかし、ライブの観光などにより、あっという間に完済しました。こちらも同一順位7位、さだまさしさん、推定35億円。映画「長江」制作で失敗し35億円の借金を背負ってしまいます。その後ライブツアー、小説出筆、飲食店経営などを精力的に行い活動し、すでに全額を完済しているとのことです。第5位、坂口涼子さん、推定40億円。前の夫の会社が破綻し保証人に。しかし家庭より仕事最優先の非常に忙しい生活を送り、その借金もほぼ完済したと週刊女性で自ら生前語っていました。第4位、君島明十和子夫妻、推定40億円。父の君島一郎氏の死後、装飾事業と借金を相続しました。しかし、君島明氏の女性関係などの様々なスキャンダルにより、イメージ失墜で全店閉店しました。しかし、十和子氏の事業成功で、今は全て完済しているそうです。第3位、江川卓さん。推定50億円。株不動産投資でことごとく失敗。現在、野球解説者、タレント活動を行いながら返済中です。第2位、小林明さん、推定51億円。30代の頃、ゴルフ場開発事業に手を出し失敗。絶頂期、滋賀公園、沖縄でホテル経営も行い、自家用ヘリを持つほどでしたが、バブル崩壊で転落。しかし、熱き心にのヒットなどで2003年に一括返済しています。そして第1位は千正夫さん、推定2853億円。1969年に仙台に購入した土地が新幹線開通で高騰。そこで一儲けし、これを元手に始めた不動産業で大失敗。2001年に再生計画書を提出し、債務は1億6000万円まで圧縮されました。いかがでしたでしょうか。特に千正夫さんの金額には驚かれた方いたのではないでしょうか。しかし、このランキングに載っていない方でも10億円以上の借金を背負っている方は数多く存在します。改めて芸能界のお金の動く大きさを実感された方いたのではないでしょうか。以上です。ご清聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。